名古屋ドームからお伝えしてまいります。セ・リーグ公式戦、中日ドラゴンズ対東京ヤクルトスワローズの4回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。相手がエースということで、これなかなか点を取るのが難しそうですね。そうでしょうね、まあ、ですからね、ランナー一人どう生かすかというところでしょうね。はい、そのあたりに注目していきましょう。まずはドラゴンズの先発大野が名古屋ドームのマウンドに上がります。今日は相手打線にどんなボールを投げ込んでいくんでしょうか。注目ですよね。そうなんですよね、まあ、どうやって突破口を開くのかというのは、まあ、楽しみに見たいと思いますね。そうですね、そのあたりがどういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。破りました、センター前、先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。バッターは2番に入っている青木。5試合連続安打が続いています。本当に打撃好調です。ヒットでランナーを一塁に置いています。アウトコースボール、ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。打ちました、ファウルになります。ワンボールツーストライクです。真ん中打ちました、これはどうか、センターに抜けました。これで6試合連続安打、ノーアウトランナー二塁一塁。バッターボックスには3番龍平。ドラゴンズ連打でランナーを増やしています。連打を上げてますんで、ここで打線に勢いをつけさせないようにしたいですね。さあ先制のランナーを背負ったこの場面です。ここはゲッツーを取るようなピッチングになりそうですね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。引っ張った、ファースト取って、セカンド送球、二塁アウト、一塁はセーフ、ゲッツーは取れません。さあそしてバッターボックスには山田が入っています。さあワンアウトになりましたが、得点圏にはランナーが残っています。まあ、先ほどのアウトで流れを渡しませんでしたから、ここもしっかり抑えてほしいですね。なるほど、そうですよね。打ちました、痛烈、1、2塁間を破る、サードランナーホームイン、スワローズ1点を先制しました。ライト前のタイムリーヒット、1対0、序盤から先手を取られています。小宮山さん、先制点を奪われてしまいましたが、いかがでしょう。まあ、注意すべき相手でしたよね。立ち上がりを攻められて先制点を奪われました。ここで離されたくはないですね。まあ、そして次は警戒すべきバッターが相手ですから、配球には十分注意が必要だと思いますね。その警戒すべき大引きがバッターボックスです。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですね。さあ2球目は何か。やっぱり外でしたね。そうですね、次はツーシームを今のストレートと同じコースに打ちました、ショート取った、一塁送球、これで8試合連続安打、ワンアウト満塁です。ここで点は取られたくないですね。さあこの場面でバッターボックスには6番の山崎入っています。ここはできれば三振を取りたい場面ですね。そうですね、これは見送ってボール、ここは中間守備ですね。まあ、バックホームとセカンドゲッツー両方狙える守備体制ですね。なるほど、まあ、ここはストライクからボールになる方いい当たり、切れました、ファウル、フェアならば貴重な追加点というところでした。ジャストミート、掴んでアウト。打席には7番バッター西浦。ドラゴンズこの回1点を失っています。さあ先制点を奪われて、なおも得点圏にランナーを背負った場面。初球から思い切って振ってきました西浦、ストライクを取ってこれで追い込んだ、真ん中打った、センター前抜けていく、二塁ランナー三塁も回った、バックホームする、サードランナーがホームに帰ってきました。スワローズ追加点を挙げました、3対0、ドラゴンズなおも二塁一塁のピンチ。警戒していた相手ですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。
そうですね、こういう場面ではやっぱり怖い存在ですよね。立ち上がりを攻められています。さあ、そして打席には中村が入ります。さあ、なおもピンチの場面、ここでしっかり食い止めたいですね。なるほど、そうですね。打ちました。一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回スワローズ見事な攻撃でした。3対0スワローズ先制です。1回の裏ドラゴンズの攻撃です。ドラゴンズはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますスワローズはご覧のような守備陣です。セカンド山田、サード大引、スワローズマウンドに上がるのは先発の小川。さあ、ドラゴンズ打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。ライト優平、バッターは平田。5試合連続安打が続いています。本当に打撃好調です。さあ、スワローズはエースが登板ということになります。さあ、そのエースをドラゴンズ打線がどう打ち崩していくか非常に楽しみです。アウトコース見送っています。打ちました。打球はセンターへ、ここはフライになっています。センター掴んでワンアウト。今バッターは2番に入っている京谷。前回のゲームでは無安打に終わっています。まずはワンアウトを取っています。痛烈、セカンドうまくさばいてアウト、ツーアウト。打順は3番大島。2試合当たりが出ていません。ツーアウトランナーありません。この回のドラゴンズ打線ですが、たった3球で2アウトになっています。まあ簡単に打ってしまいましたね。バッター、これはどうか、ファーストの左抜けました。2アウトからランナー出ました。ドラゴンズです。2アウトランナー1塁。バッターボックスは4番ビセット。2試合当たりが出ていません。ヒットでランナーを1塁に置いています。大引、一塁送球します。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。1回終わって3対0ヤクルトスワローズがリードしています。両場内チケット売り場におきまして公式戦前売り販売を行います。先発の小川がバッターボックスです。まあここは相手がピッチャーでも気を抜かずにきっちりアウトを取らないといけませんね。そうですね。初球ストライク、高めの球ストライクになります。ノーボールツーストライク。変化球空振り、ワンアウトです。打順はトップに帰って坂口、まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど、この打席のポイントになりそうです。打ちました、流しました。さあどうだ、レフト線フェアです。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。打ちました、流しました。レフトに強い打球、伸びていく、どうだどうだ、セカンドランナーホームイン。スワローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、4対0ドラゴンズ、なおもピンチです。警戒していた相手ですがタイムリーが出て追加点を奪われています。まあ注意すべき相手でしたよね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。3番バッター雄平、ドラゴンズこの回1点を失っています。さあ4点を離され、なおも得点圏にランナーを背負います。さあこの場面をどういうピッチングで切り抜けてくるか。初球から際どいコースをついてきます。外の低めにバットが出ます。ストライクを先行させていきます。ここは決まりました。見逃し三振です。
2アウトになりました。さあそしてバッターボックスには山田が入っています。さあ2アウトにはなりましたが、まだピンチは出していません。まあこの点差を保って攻撃に移りたいですから、ここもしっかり切り抜けたいですね。なるほど、そうですよね。落としてきましたが、これは外れます。見逃しで三振を奪います。セカンドランナーは残塁に終わっています。しかしこの回スワローズ1点を追加しています。4対0、ヤクルトスワローズのリード広がっています。2回の裏になります。追いかけるドラゴンズの攻撃、バッターボックスは5番アルマンド。前回のゲームでマルチ安打を記録しています。ドラゴンズビハインドで迎える2回の攻撃です。西さん、まずは塁上を埋めていきたいですね。まあ早い回で追いつければね、この後の展開も変わってきますからね。そうですね。この低いボールは外れます。さあ4球目は何か。打ちました、西浦、アウト、ワンアウトです。バッターは6番高橋。前回のゲームではマルチ安打を記録しています。小川、まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド落ちました。これはどうだ、センターへ抜ける。これで7試合連続安打、ワンアウトランナー1塁です。バッターは根間、2試合当たりが出ていません。ヒットでランナーを1塁に置いています。インサイド見送っています。まあ、このカウントは狙っているボールだけを打っていく感じですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。インサイド落ちました。これはどうか、セカンド取った、セカンドフォースアウト、1塁転送はアウト、ダブルプレー。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。2回終了4対0、ヤクルトスワローズがリードしています。お怪我をなさいませんようご観戦ください。小宮山さん、例えばブルペンでも今日は調子が良くないなという時、マウンド上ではどういった気持ちになるんでしょうか。まあ、いつもにも増して不安が増すし、打たれたらどうしようっていう考えが相当やっぱ強くなりますので、まあ、バッターに打ってもらうような感じで投げればいいんじゃないですかね。ボールボールでカウントが悪くなるのが一番良くないですから。なるほど。振っていきましたが三振、まず一つアウトを取りました。ご覧いただきましょう、最後は三振を奪いました。バッターボックス山崎、先ほどの打席はファーストライナーに倒れています。大野、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。さてバッターの山崎、どういうバッターなんでしょうか。まあ走力が売りのバッターですね。そうですか。変化球で空振りを取ります。ご覧いただきましょう、最後は三振を奪いました。打順は7番西浦。前の打席では失投をまんまと打たれましたから、そういうことのないように気をつけたいですね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。膝元へ持ってきました。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。落ちるボールはこれは外れています。引っ張った、これはどうだ、三遊間抜ける、これでマルチヒット、ツーアウトランナー一塁。バッターボックスは8番中村。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。引っ張った、あっと強い当たり取れない。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。二塁送球、バッターランナーは二塁まで進みました。先発の小川が打席に入ります。まあここで追加点が入れば自分が楽になるわけですから、このチャンスは生かしたいですね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。インコースの変化球見ています。打ちました、大野、一塁へ送ります。一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがスワローズ得点には至りませんでした。4対0、ヤクルトスワローズがリードしています。
番のうちに1点でも返しておきたいところですよね。まあとにかくね、なるべく早く追いつきたいですよね。本当にそうですよね。これが1球目、初球打ち、この当たりはどうか、ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁まで進みました。先頭バッター出ました、ドラゴンズ、ノーアウトランナー二塁です。先発の大野がバッターボックスに入ります。調子は良くないようですから、変えて点を取りに行っても良かったと思いますけどね。そうですね。さあ得点圏にランナーを置いた場面です。はい、バントしました。取りました。